まで続くぬかるみぞ。3日二夜食もなく雨降りしぶく鉄かぶと。おーい、イモン袋だぞ、イモン袋だぞ。何、イモン袋だ。おいおいおい、ビーニ頭皮。は、上等兵殿お呼びでありますか。イモン袋を取ってこい。は、上等兵殿取ってきたであります。いや、ありがとうありがとうでは開けてみるかな。何が入ってるであろうな。およ、おい、女の写真が入っとるぞ。ん、女の写真、自分にも見せてもらいたいであります。こらこらこら、前へ乗り出すでないよ。どうも貴様は女の話になるとすぐに前進する癖があっていかんよ。貴様軍隊へ入る前からそうなのかね。は、生まれつきであります。生まれつき嫌になっちゃうねんってね仕方ねえ。では今見せてや。気をつけ、注目。どうだ、よく見えたろ。は、おや、勝太郎だ。勝太郎。は、勝太郎であります。名前は勝太郎でも確かに本人は女だろうな。さよう、レコードの歌詞であります。何、蓄音機の音符の歌詞か。さようであります。例えば、いうような歌を歌います。有名な歌詞であります。ならわしも聞いたことあるよ。わしはあの音符を聞くたびに、勝太郎という男はなんといういい恋をした男であろうと思っとったが、あれがこの女か。なかなかびっぴんじゃないか。ありがたくあります。貴様褒めてんじゃないよ、慌てんない、まったく。おや、また写真が入ってるぞ。これは誰だろう。これは徳山玉城であります。ああ、徳山玉地か。昨日も吹雪、今日も雪、暗い冷たい雑魚に、三国思えば花の春、母が頼りの芝花は咲いて散れとの謎かいな。